では今日の TCK を振り返ります。第一レースからご覧ください。収まってゲートイン完了。スタートしました。遅れたのは8番リュクスエンビ、前は2番の MJ ホープ、4番スモモ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 、さらには外から9番カリスマ1台に、6番のサウザンマイルズ、10番ノーブルフューチャー、固まって先段1コーナーカーブに入っていきます。この後で5番チャームフラッグ、後ろ7番オーソーダブリーに、この後から3番ジェニーグロー、後方3番手開いて1番バイオイルステラ、8番リュクスエンビ並んでいます。馬群は 1,2 コーナー中間です。やや縦長、先頭は2番 MJ ホープ、リードは1馬身、4番スモモ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 、2番手外並んで9番カリスマ1台、前3頭1段で向こう上名出ていきました。3馬身切れて6番のサウザンマイルズ、10番ノーブルフューチャー、4番手5番手2馬身開いて5番チャームフラッグ、馬群の中段位置で、この後鞍上手が動く7番オーソーダブリー、2馬身差3番ジェニーグロー、遅れて8番リュクスエンビ、後ろから2頭目1番バイオイルステラ最高峰になっています。馬群はさらに縦長、先段から中段あたりまでは固まって3コーナーカーブに入っていきます。先頭2番の MJ ホープ、リードは1馬身、2番手9番カリスマ1台が上がって前を追っていきます。2馬身3馬身と開いて3番手グループの一角になった4番スモモ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 、外から5番チャームフラッグ、内から6番サウザンマイルズ追い上げて、この後でオーソーダブリー直線コースに入りました。先頭2番の MJ ホープ、リードは1馬身に追いすがって9番カリスマ1台、じわりじわり差を詰めてくる3番手以下、内6番サウザンマイルズに、この外5番チャームフラッグ、後ろからは8番のリュクスエンビ追い込んでくる、3番手争い広がっている、粘る粘る2番の MJ ホープ振り切った、リードは2馬身から3馬身、2番 MJ ホープ合理。第1レースを勝ったのは2番 MJ ホープ、人気に応えました。鞍上は藤田亮騎手、勝ちタイム1分43秒2でした。今収まってスタートしました。バラついた飛び出し、2番マイネルイデア、3番ロマンエクスプレス後ろから、前は真ん中8番グッドフィーリング、内から1番春のマリーナ、2頭並んで先行、やや開いて3番手に構える4番エーギル、直後12番常流王と13番山のシャチ、3馬身開いて中段固まりました。6番セクシーデザイン、14番トラビエーソ、それから7番フルーツパフェ、内を通って3番ロマンエクスプレス、中段の一角まで巻き返しています。後方は5番ポルトフレイバー、この後で10番のテセウスフォンテンと9番イチゴショート3コーナーカーブ、後方開いて11番ブラックライジング、遅れて2番のマイネルイデア最後方です。馬群縦長、3、4コーナー中間、花に出たのは1番春のマリーナ、リードは1馬身です。8番グッドフィーリング、2番手じわりじわり接近する4番のエーギル、3番手の外から前を伺います。4コーナーカーブから直線コースに向いてきて、4番手以下はやや離れて13番山のシャチーに、この内側6番のセクシーデザインが追っている。前の争いは8番グッドフィーリング、外から4番のエーギル、エーギル先頭に変わって 200m を切りました。内こらえているグッドフィーリング、また盛り返しを図ります。3番手以下1番春のマリーナに、後方から9番のイチゴショート、マイネルイデアも追い込んでくる。続いてフルーツパフェも足を伸ばす。前はエーギルかグッドフィーリングか、ゴーリーにと第2レースを勝ったのは4番エーギル、2017年の JBC レディースクラシックを制したララベルの初子で、人気に応えデビュー4戦目嬉しい初勝利。鞍上の藤田亮騎手は連勝です。勝ちタイム1分14秒2でした。スタートしました。まずは押して2番の西の里パーク、外から7番ビッグコエミルーフ、8番ラバーズアイ、ラバーズアイとビッグコエミルーフ2頭が先行します。3番手の外目で9番ビーチューミング、内2番西の里パークに、馬群は一塊で5番の輝き富士、3番ヤンノカステップ、外6番のゲームボールは今日は中段よりも後ろ、後方 2,3 番手で1コーナー回ります。内を通って1番エイシンメテオラ、2頭の間で4番アエノ国王、この馬も後方からです。馬群は 1,2 コーナー中間です。先頭7番ビッグコミルーフ、リールは首ほど、8番ラバーズアイが2番手、2馬身後方9番ビーチューミング、3番手で向こう上名出ていきます。1馬身差2番の西の里パーク、並んで3番ヤンノカステップ、5番の輝き富士、ペースはゆったり流れているように見えます。後方外に出した4番アエノ国王、この内で6番のゲームボール、1番のエイシンメテオラです。9頭の馬群は1段です。先頭からしんがりまでは4馬身5馬身で、3コーナーカーブにこれから入ります。
先頭7番ビッグコエミルーフ、リードは体半分です。8番ラバーサイがつかず離れずついていきます。3、4コーナー中間、その後は1馬身半差。9番のビーチューミング3番手、残り 400m を切ります。1馬身半後方、4番手の外まで追い上げる。4番の綾野国王、盛んにムチが飛んで、内2番の西の外マーク、4コーナーカーブから直線、前は7番ビッグコエミルーフ、8番ラバーサイに外から接近。9番ビーチューミング、さらにこの外を狙って4番綾野国王、広がった追い比べから9番のビーチューミング、わずかに先頭に変わる。これを追って4番綾野国王、2番手に上がって、内食いつかって8番のラバーサイが今3番手、先頭9番のビーチューミング、ビーチューミング降臨。第3レースを勝ったのは9番ビーチユーミング、連勝です。鞍上は和田丈司騎手、勝ちタイム1分43秒4でした。ゲートイン完了、スタートしました。内の方でダッシュがつく4番ワイルドソニック、出ていきます。2番ティーカー、1番忘れがたみ、外5番のシャイニーセンスに、それから2番のフォルキュンデス固まって、外から13番エースクイーンも先段、この後も差がなく固まって14番のフォルキャップ、馬群の中に8番ジャーニーボーイ、内3番モルガナイトリング、直後9番のコンサイダー、馬群の中段位置になります。2馬身開いて後方勢、10番一目散、6番のセラシュトラール、外は11番週刊パネラ、12番のスイートエデンが後方2番手で、1頭遅れたのが7番のリーリエです。3コーナーカーブに入っていきました。残り 600m を切ります。前は1番忘れ固めに変わっています。2番手になっている4番ワイルドソニック、しかしその差は首ほど、ぴったり並んできて4コーナーカーブに入ります。3番手以下、8番ジャーニーボーイ、外から5番のシャイニーセンス、4コーナーカーブから直線コースに入りました。4番のワイルドソニック、再び先頭に変わります。これをめがけて8番のジャーニーボーイ、足を伸ばす。内目からは14番フォルキュンデスに、外から追い込んでくる11番週刊パネラ、それから5番のシャイニーセンス、13番エースクイーンも踏ん張っている。前の争いはワイルドソニック、迫ってジャーニーボーイ、それからシャイニーセンスに大外、11番の週刊パネラ、広がった争い、5番のシャイニーセンスかゴリ、最後は第4レースは2着が写真判定となりました。写真判定の結果、2着8番ジャーニーボーイ、3着4番ワイルドソニックとなりました。第4レースを勝ったのはシャイニーセンス、南関東初勝利です。鞍上は辰代隆司騎手、勝ちタイム1分14秒0でした。今収まって第5レース、スタートしました。揃った飛び出し、2番のフィールドドリーム、幾分好スタート、しかし前に出ていくのは7番のアイミンハイティ、続いて9番のギレルモ、うち2番のフィールドドリーム、これも抵抗して3頭広がります。4番手から前を追って13番イタリアンゴールド、今日は早め、このうちを通って8番サノコアと6番シュッシュ、1コーナーカーブに入ります。直後10番のウィンソフィー、その後から3番杉野バベル、並んで11番ソフィアコール、馬群は 1,2 コーナー中間です。内から出た花は2番のフィールドドリーム、リードは3馬身に広げていきました。7番アイミンハイティ、9番ギレルモ、内を通って6番シュッシュ、2番でグループ3頭、2コーナーから向こう正面へ出ていきます。この後1馬身で8番サノコは外並んで13番イタリアンゴールド、この後また1馬身半、中段固まって3番杉野バベル、11番ソフィアコール、接近10番のウィンソフィー、外側2馬身切れて1番ザトウイチ、後方4番手あまり差がなく4番シムトラ代行、1馬身半差12番サンダースピア、内並んでいった5番の MO ヘイローです。先頭からしんがりまでは12、3馬身くらいで3コーナーカーブに入っていきました。先頭2番のフィールドドリーム、リードは1馬身半に詰まりました。ジョッキー盛んに手が動いて7番のアイミンハイティ2番手、3番手9番ギレルモ、3、4コーナー中間、4番手のインから6番のシュッシュ、残り400を切ってこの外側8番のサノコは、さらに後ろで13番イタリアンゴールド、直線コースに入りました。後方から4番シャムタラ代行、大外から前を追っています。先頭2番のフィールドドリーム、リードは2馬身ほど、2番手以下アイミンハイティシュッシュ、外からギレルモ、さらには13番イタリアンゴールド、伸びてきました。この外をついては4番のシャムトラ代行、横に広がった争いからイタリアンゴールドが抜けてくる、イタリアンゴールドゴリ。5レースを勝ったのは13番イタリアンゴールド、人気に応えて3連勝です。鞍上は矢野孝之騎手、勝ちタイム1分43秒1でした。収まりました、スタートしました。まずは真ん中で6番のアイスラリマー、
出ていきます。並んで10番コンテントマッシュモ、コンテントマッシュモの方が主張して前に行きました。続いて外から14番ペニテンテス、これも前に詰まって先団3頭向こう上面出ていきます。2馬身開いて3番リンクスシュー、7番琥珀固まって11番北山ユニソンは今6番手の位置です。先頭との差は3馬身から4馬身。2馬身開いての中段からは12番のオラフ、1馬身後方1番デイムコマンダー、8番ジャスフレイバー、さらに後ろから5番のエイシンユンケル、内を通って9番リックイノスケ、後方ばらけました2番ゴッドモード、13番弁財天、4番リーセフィオルド、最後方追走です。馬群はばらけて3コーナーカーブに入っていきました。前2頭は並んでいます。6番のアイスラリマーと10番のコンテントマッシュも残り 600m を切ります。3番手以下も固まってきて14番ペニテンテス、内3番リンクスシューに外から差を詰めて11番の北山ユニゾンが一気に前を伺って4コーナーカーブ、この後位の後ろからエイシンユンケル直線コースに入りました。外から11番北山ユニゾン一気に先頭に変わるか、内こらえているアイスラリマー、間で10番コンテントマッシュも、あとは外から3番リンクスシュー、後方からは5番のエイシンユンケルに、この後ろから12番のオラフ、2番のゴッドモードも1番外から追い込みをかけます。先頭は11番北山ユニゾン抜け出してリードは2馬身ほど、2番手以下広がった外からエイシンユンケル伸びてくる、先頭11番北山ユニゾン合理。6レースを勝ったのは11番北山ユニゾン、人気に応えて3連勝です。鞍上は笹川翼騎手、勝ちタイム1分28秒1でした。ゲートに入って枠入り完了、スタートしました。押して出ていこうという6番フロリアーノ、並んで外10番ジークガンビット、内から2番のキモットフェイス、さらには16番ハニーナイト、広がっていきます。広がった先端の後ろ1番リゾートタイム、4番オーブラン、さらには9番のリコータイザン、13番グリーンフラッシュ続きます。この圏内に加わって3番ノーブルグレイチャー、開いて中段5番のブレイブジャンヌ、さらに後ろ離れました8番のステルク、11番の雪祭り、さらに後ろ4頭離れまして7番のミスティファイ、3コーナーのカーブ14番アイアムラベンダー、15番のジーガーオーシャン、続いて最後方12番のギラギラです。非常に縦長い展開、先頭は6番フロリアーノ、4コーナーカーブに入ります。1馬身半から2馬身のリード、2番キモットフェイス、外から10番ジークガンビット、差を詰めて直線コース間を通りまして4番のオーブランも前を追ってくる、先頭を逃げる6番のフロリアーノ、差を詰めて2番手10番のジークガンビット前に並んでくる、2頭の間を狙う4番オーブラン、3頭並んで200を切りました。その後ろから追い上げてくる3番ノーブルグレイシャ、9番のリコータイザン、一気に先頭は10番ジークガンビット、4番オーブラン、この2頭ならせになってフロリアーノ追い込んでくる、ノーブルグレイシャ抜けた、ジークガンビット先頭ゴリ。7レースを勝ったのは10番ジークガンビット、鞍上は三日本則文騎手、勝ちタイム1分12秒8でした。枠入り完了、スタートしました。外14番タイムホール、好スタート、押して出ていきますが真ん中5番のチャンピオン富士、これを制して前に行くか、内からは2番ラピード、4番ディーノエナジー、ラピードがチャンピオン富士に並んで2頭が抜け出しました。ディーノエナジータイムホール、3番手4番手5番手6番ユイの短期待ち、1コーナーカーブに入ります。少し開いて13番グランツシティ、それから中段3番エスプレッソ、8番プリサイスニードル、12コーナー中間を通過、固まった馬群で進んでいきます。先頭に立ったのは2番のラピード、リード4分の3馬身、2番手5番チャンピオン富士、向こう上面に出ていきます。3番手の集団固まりました、1馬身差、14番タイムホール、これが単独3番手になりますか、直後4番手集団で4番ディーノエナジー、6番ユイの短期待ち、外野は13番のグランツシティ、その後ろに迫ってきたのは7番のコンボルブルス、それから8番のプリサイスニードル、中段後ろ3番エスプレッソ、さらには12番の気象が続いて、後方勢11番のラッシュワン、9番ブレッシングクライ、内を進んで10番のビリーブホース、最後方1番のエクスプローラー、馬群の間隔広がりました、ペースが上がってきて3コーナーから4コーナーへ、2番ラピードリードがなくなって5番のチャンピオン富士、並んでくる4脚を切りました。14番タイムホールも外側3番手、前3頭広がった後ろ13番グランツシチ、直線に向きました、
逃げる2番のラピード、外から迫って5番チャンピオン富士、14番タイムホール200を切りました。4番手遅れた13番グランツッシー、代わって追い上げてくるコンボルブルス、バモの真ん中11番ラッシュは前の争い、チャンピオン富士、内側食い下がるラピード、この2頭が抜け出してタイムホール3番手、前2頭並んでゴール。8レースを勝ったのは5番チャンピオン富士、人気に応えて連勝です。鞍上の三河本範文騎手は7レースに続いて連勝、今日2勝目、勝ちタイム1分41秒8でした。ゲートに入りました、スタートしました、わずかに好スタート。13番ドレストトゥーキル抜け出していきます。2番手3番ゴールドジャッジ、9番のファイエル、さらに外から11番のジュディシャス、12番ビッグロジールーフも前に上がっていきました。間この圏内には内2番フォルツァ、7番のナムラブル、後位集団固まって1番のスカイトライア、その後ろここも広がりました、4番デルマガーネット、10番のルピコラ、中段後ろ14番サトノマッスル、内からは6番バンルーチェ、3コーナーのカーブです。後方は8番のジオビグラス、後ろから2投目5番エイジュンドリーム、最後方3、4コーナー中間を通過、先頭13番ドレストトゥーキル、追っていく2番手11番のジュリシャス、2馬身相手12番ビッグロジールーフ3番手、その後ろに3番ゴールドジャッジ、直線に向いています。逃げる13番ドレストトゥーキル先頭、追っている11番のジュリシャス2番手、3番手に上がってくる3番ゴールドジャッジ、200を切りました。その後ろからは馬場の真ん中、9番のファイエルが伸びてくる、前2頭差が詰まる、ドレストトゥーキル、ジュリシャス、その外からはゴールドジャッジ、足を伸ばしてくる、広がった争い、わずかにジュリシャスが外からゴールドジャッジ迫ってゴール。9レースを勝ったのは11番ジュディシャス、鞍上は的場文雄騎手、勝ちタイム1分12秒7でした。ゲート入りが終わりました、スタートしました。押しているのは7番ハイブランド、内から1番のティーザーレディ、さらには8番ユーシンギモン、11番スウィング、9番サヨノネイチアと行きました。間からは2番のモンサンレックス先端に加わります。直後差がなく6番クイーンカトリーヌ、10番サトノレガリア、中段後ろ開いて4番フレイミングさん、並んで5番ディナミーデン、離れました後方3番のクロカドックです。流れが落ち着いて馬群の間隔詰まってきました。2コーナーのカーブ、先頭に立ったのは7番ハイブランド、体半分のリード、2番手8番ユーシンギモン、外側迫って11番スウィング3番手、直後4番手集団広がった体勢、1番ティーズアレディ、2番モンサンレックス、9番サヤノネイチア、この圏内に迫ってきた5番のディナミーデン、差がなく6番クイーンカトリーヌ、10番サトノレガリア続いていきます。後位から中段あたりまで固まりました。開いて後方4番のフレイミングさん、並んできたのは3番のクロカドック、前9頭固まった体勢、3コーナーカーブに向かいます。逃げる7番ハイブランド、並んでくる8番のユーシンギモン、その差が首ぐらい、残り400を迎えます。3番手手が動く11番のスイング、後ろに2番モンサンレックス、追い上げる9番サヤノネイチア、直線に向きました。5頭固まった体勢、今度は先頭8番ユーシンギモン、外から11番のスイングが並びかける、200を切りました。さらに外から伸びてくる9番サヤノネイチア、3頭広がった争い、内2番モンサンレックス、4番手5番手に交代ハイブランド、外からサヤノネイチア、11番のスイング、2頭が抜け出して並んだ体勢ゴール。10レースは1着が写真判定となりました。写真判定の結果、1着11番スイング、2着9番サヨノネイチアとなりました。10レース勝ったのは11番スイング、鞍上の矢野隆之騎手、管理する藤田照信調教師ともに今日2勝目、勝ちタイム1分40秒7でした。そして今日のメインレース、ダートグレード競争第34回東京スプリント G3、 距離 1200m、 JRA 5頭、地方6頭、ご覧の11頭による一戦でした。枠入り完了、スタートしました。好スタート、7番のギシギシ、
抜け出して内にコースを取っていきます。ギシギシ先行体制、1番龍の雪菜、2番手に迫っていった9番のティアラフォーカス、ティアラフォーカス前のギシギシに並んでいきました。3番手の一戦、6番のケイアイドリー、外には10番のスマートダンディー続きます。その後ろ8番のプライルード、内には3番のアティード、それから4番のオーロラテソーロは中段、中段からさらに中段後ろあたりになりました。3コーナーのカーブ、後方2番サイモンハロルド、11番のアポロビビ、5番のエアアルマスは最後方です。前の集団固まった体勢、後方3頭少し離れました。4コーナーのカーブ、逃げる7番のギシギシ先頭リード体半分、2番手には9番ティアラフォーカス、1番の龍の雪菜前を伺って直線コース、外から6番のケイアイドリー、さらにはオーロラテソーロが追い込んできました。4番オーロラテソーロ前に迫る、一気に伸びる6番のケイアイドリー、ケイアイドリーとギシギシ緑の帽子2頭の外へ出していった1番の龍の雪菜、さらには伸びてくる4番オーロラテソーロ、あと 100m、 今度はケイアイドリー、外から龍の雪菜、この2頭の争い、オーロラテソーロ3番手、龍の雪菜差し切ってゴール。おととしに続いてこのレース2度目の制覇なりました、1番龍の雪菜。東京スプリントをご覧いただきました。おととし東京スプリントを制した龍の雪菜、去年2着の雪辱を果たしました。サウジから帰国して1ヶ月も経たない中で久々のタイトル獲得、これが重賞3勝目となりました。鞍上は横山武騎手、そして管理する岩戸高木調教師ともに東京スプリントは初制覇です。改めまして、東京スプリント勝ったのは1番龍の雪菜、鞍上は横山武騎手、勝ちタイムは1分10秒3でした。続いて東京スプリントの全着順です。1着は1番龍の雪菜、2着は6番ケイアイドリー、3着は4番オーロラテソーロとなりまして、今年は JRA 勢3頭が上位を独占する結果となりました。第34回東京スプリントの結果を振り返りました。では最終レースを振り返ります。枠入り完了、スタートしました。ダッシュがいいのは7番デュアルテイルズ、抜け出して先頭に立ちました。外から追ってくるのが8番サイレントギフト、11番ニッツソーラット、2番手3番手、さらには12番の心意気、内に3番のパルブニール、あまり差がない追走後位集団、1馬身半離れて5番のベニッシモ、9番のアムールショコラ開いて、2番のサンドファルコン、4番ラペルシエルが続いていきます。開いて後方10番のラプラス、後ろから3頭目、外側並んで6番シゲルルビー、しんがりは1番の BI フェリペ、縦長い展開になりました。3コーナーカーブに向かいます。先頭は7番のデュアルテイルズ、600を切りました。同じ枠8番のサイレントギフト、2番手前に並んでいく、3、4コーナー中間、1馬身半2馬身離れて3番手集団から前を追ってくる11番イッツソーラット、12番の心意気、さらには5番のベニッシモ、外へ迫ってきたのが9番アムールショコラ、直線コースの攻防、今度は先頭8番のサイレントギフトに変わった。後続勢外目から各馬迫ってくる5番のベニッシモ、追い上げてくるのが12番心意気、9番のアムールショコラ、間からは11番イッツソーラット、先頭は8番のサイレントギフト、あと 100m2 馬身のリード、2番手5番ベニッシモ差を詰める、9番のアムールショコラ、先頭は8番サイレントギフト、ゴール。最終レースを勝ったのは8番サイレントギフト、鞍上は西啓太騎手、勝ちタイム1分25秒2でした。ここまで今日の大井競馬を振り返りました。